こういう場にはこういう服装はふさわしくない、これはふさわしい、なんかそこを最大限に守りながら自分の表現みたいなものを爆発させていくみたいなところがいい機会になると思うので、すごく自分の似合うっていうのを客観的にスタイリストさんと一緒に見ていただけるっていう機会はなかなかないと思うので、エントリーしてみてください。本日は Meet Your Art Fair 2023 リファクトリーの会場からお伝えしております。早速ですがゲストの皆さんをお呼びしたいと思います。拍手でお迎えください。このイベント自体が株式会社 ZOZO さんと一緒に共催させていただいているということで、ゲストにお越しいただきました。まず私のお隣にいらっしゃいます屋敷健さんです。木目込みと呼ばれる江戸にルーツを持ったテキスタイルの技術をペインティングの手法として捉え直し、古着を素材に使いながら絵の具や写真とも違う記憶の痕跡を伝えるための絵画を実践していらっしゃいます。そして中央にいらっしゃいます大久保誠さんです。株式会社 ZOZO クリエイティブディレクターを務めていらっしゃいます。これまでファッションコーディネートアプリウェアを立ち上げ、計測ツール ZOZO スーツや ZOZO マットなどの UX UI 設計やコンセプトなどのディレクションを担当されていらっしゃいました。今ではニアウラボ by ZOZO の事業責任者を務めていらっしゃいます。そして林田恒平さんです。2019年に ZOZO テクノロジーズ、現在の ZOZO ネクストに入社され、これまで採用、組織開発、ダイバーシティ推進チーム等に携わられ、現在ではニアウラボ by ZOZO のブランディングを担当していらっしゃいます。まずですね、ZOZO さんの取り組みのニアウラボというお話、今単語何回か出てきたんですけれども、そのご説明をしていただきたいなと思います。はい、我々、株式会社 ZOZO ではファッション通販サイト ZOZO タウンだったり、あとコーディネートアプリウェアっていうようなサービスをやっています。それで、昨年のちょうど12月にですね、新しい新サービス、新事業としてニアウラボ by ZOZO っていうものをオープンしました。でこちら、ZOZO 初のリアル店舗で、表参道ですね、表参道ヒルズの隣にあるちょうどこのラルフローレンさんのこのフラグシップの地下に位置してます。でここを降りていくと、こういった黒川の鉄板の、完全クローズドな店舗の店構えになってまして、実はここがZOZO初のリアル店舗になってます。でここ完全予約制で、何をするのかっていうと、パーソナルスタイリングサービスを提供しています。で1人2時間、1人だけで、やるサービスで、すごいですね。そうなんですよ、贅沢ですね。贅沢にやらせてもらってます、それを、今無料で提供させてもらってます。で実際に応募して当たると、パスコードが送られてきて、ちょっとここら辺ポチポチっと押すボタンがあって、ここを開けると、こういった形で、中に、洋服ですねが並び、あとこのカーテン敷きになった紛ったこういった空間になってます。で、試着がメインなんですね、パーソナルスタイリングなん でコンセプトはこう試着室に飛び込むっていうところで、いわゆる一般的な洋服を扱っている店舗じゃなくて、スタイリングを提供する店舗なので、中の設計はこういったカーテン敷きになっている空間になってます。夢のような空間ですね。もう入ったら皆さん結構ワクワクするっていうのはおっしゃってくれますね。ですよね。でさらにこの中に、ZOZO タウンに今8500ブランド、常時90万点のアイテムがあるんですが、この中から、スタイリストさんと一緒に定番に着やすいものだったり、今時のトレンドみたいなところを抑えた商品が常時700点以上ここに置いてある形です。であとさらに服だけじゃなくて、ヘアメイクっていうのもトータルでコーディネート提案をしています。でちょっと今ここはなるべくガランとしてるんですけど、ZOZO コスメっていうところで、コスメも販売しておりまして、こういったところの、コスメ商品を使いながら、ここでスタイリングを提供しています。はい。で今年の2月から一般の方々が今体験しているっていう形 でスタイリストさんとスタイリングしているっていうところです。でここでも、こういった形で、皆さんのそれぞれの、好みとか悩みとかを事前に聞いて、それでスタイリストさんと2時間自分の似合うを見つけるっていうところをテーマにスタイリングしていくっていうところです。簡単な流れは、LINE から応募してもらって、で事前に、予約でエントリーが当たると、予約申し込みした日時に来ていただき、
で、スタイリストさんと、3着ぐらいのコーディネートを提案していく中で最後決まったら、フォトグラファーさんによる撮影っていうところで、プロの写真もついてるんです。そうです、すごい、全然違いますよね、プロの写真、ね、そうなんですよ、でこれもまさにプロのフォトグラファーさんが途中途中で撮ったような写真になります。こういったサービスを新しく提供させていただきました。で、すごい反響いただいてまして、うん、3日間でこう2万件の、そりゃそうだ募集が来まして、で、結局2万7000件が12月にいただき、で、倍率270倍っていうところで、今スタートしたっていうところで、うんうん、始めてます。毎月1日から1週間ですね、うん、応募期間になってまして、そこで当たったら翌月ですね、翌月、はい、はいはい、ぜひ皆さん応募してみてください。屋敷さんに、うんうん、今回一緒にトークさせてもらってるっていうもう一つの経緯がありまして、これ ZOZO の本社なんですけど、めっちゃかっこいいんですよね、これね。まだ私現地には行ってないんですけど、はい、もうかっこよすぎて有名で、本当ですか、ありがとうございます。アート界隈、建築界隈でもう取材されまくりのね、ありがとうございます、はい。この中に実際にこうアートを飾ってるんですね。でここにうちの、まあ、すごい アートのプロみたいな方がいらっしゃいまして、うんうん、でその方と屋敷さんがこうちょっとつながりもあり、で屋敷さんの実際こうアートっていうのもこの実際に千葉の、オフィスはこういう形なんですけど、うん、至る所にこうアートが飾ってあるっていうようなオフィス空間です。うん、はい、こういった形で階段の下の下っていくところにすごい深い階段があるんですけど、うんうん、そこにこの屋敷さんのアートを飾らせてもらってるっていうところです。まあ、今回のこの作品のコンセプトが割と障害を超えるとかその環境を生かすとかそういう作品コンセプトだったので、はい、まあ、ここに置いていただいてすごいありがたかったです。しかもあれですよね、実際に靴下は靴下にしてるんですもんね。はい、そうです、はい、そこはやっぱり見ててグッと引き込まれますね。ディティールまで見ちゃいますよね、こう寄って、ね、靴下が一番大変でした、集めるのがみんな捨てられてしまうのでなるほど、我々洋服をやっぱり売っている会社であって、はい、このやっぱりこの屋敷さんのこの作風、この服をこう、うんうん、アートに入れているというところがすごく、まあ、企業としてもそうですし、うんうん、飾っていてもなんかすごくこう親近感が湧くアートであるというので、はい、すごくマッチしてるなっていうふうにいつも見て思ってます。うん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 、なんか今のお話ってこうアートとファッションみたいなところでどういう関係性があるのかなみたいなところかなと思うんですけど、結構そのアートとかってなんか毎日、私も大学が美大だったのもあって毎日見れたら嬉しいなと思うんですけど、なかなか普通の生活こう会社で働いてたりとかいろんなことしていく中で難しいなっていうふうにも感じていて、なんかその中でなんかちょっとファッションでこう似合うみたいなものがをなんか自分でこの服今日私似合ってるなっていう感覚って、もしかしたら自分がこう好きなアートを見ている感覚とちょっと似てるのかもしれないな、疑似体験できるんじゃないかなっていう気が個人的にはしているので、なんかそういう意味でもファッションに合うとそのアートには親和性があるんじゃないかなと思ってて、今回のイベントとかでも何かこうご一緒できればなと思ってってところとか思っていました。本当おっしゃっていただいた通り、会場の中見てると全部の作品がもちろんここすごいなとか思うところは全てにあると思うんですけれども、自分はこれが好きとか今の気分だとこれだなとかっていうのはやっぱり人によってその時々でありますもんね。コンセプトムービーがそうで、はい、まあ、なんか似合うってなんだっていうことをもう一回改めて考える、うんうん、まあ、似合うって、うん、まあ、よく聞く言葉じゃないですか、はい、なんですけど意外と考えてみるとやっぱ深いんですよね。難しいですよ。そうなんですよ。なんかすごくやっぱ時代も今多様性な時代もあるし、うん、好きなものをどん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 着れる服でもあると思うんですよね、うんうん、だからこそみんなで同じ似合うってなんだっていう考えるところを考えてみたいなっていうところで作ったっていうようなところです。うんうん、まあ反ドキュメンタリーで、はい、サラリーマンの方だったり、うん、子どもたちだったり、うんうん、あと音楽プロデューサーの人だったり、うん、あとまあスナックの方だったり、うん、あとゴールダンサーの方だったり、うん、実際にそれぞれの似合うっていうのを聞いていって、まあ、それぞれの似合うってそもそも何なんだろうっていうところから入ったっていう動画です。うん、ぜひ屋敷さんに今回のテーマである似合うについて伺いたいと思ってるんですけども、あ、はい、あ、ね、まあ、僕も、もともとファッションの畑から来た人間なので、うん、似合うってなんだって言われた場合、一応やっぱファッションもファッションの文脈があって歴史がすごい深いので、分からないとしか言いようがなくて、ただその表層をペロッと舐めるぐらいのことでよければ様になるっていうのも結構似合うに近くて、例えば大工さんだったりとか飛び職の人がその職業の格好をしてる時って、フィジカルからもうその服装までその社会性までもトータルで合ってるので、日に焼けた肌まで
そういう人たちの似合うもある、あとはまあ人から選んでくれたっていうのも一つの要素にはなるかなっていうふうに僕は考えます。とっても深くファッションとかそれこそ似合うとかずっと考えてこられた屋敷さんだからこそ、もうね、分からないっていうところまで行く深いなと思うんですけれども、ちなみに今回持ってきていただいている作品について少し解説いただけると嬉しいんですけれども。そうですね、まあ、古着を使って作品を作ってるんですけど、まあ、その古着を、まあ、決め込みといわれるひな人形によく使われる技術で、制作をしております。今回は、まあ、エベックスさんにご協力していただいて、うん、ダイスさんっていうボーカル&ダンスユニットの、衣装を使った、まあ、君色っていう曲があるんですけど、エイベックスさんの、まあ、始まりである、まあ、ダンス&ボーカルユニット、まあ、例えば TRF さんからこう脈々とそのミュージシャンたちがその系譜を継いでいって、で今一番推し の, そのダイスさんっていうこの作品が、できたことっていうのが、まあ、ある意味でその文脈を継いでいった先で、今 ABEX さんがアート授業をやっていて、それだからこそ誕生し得た作品だなっていう風な思いで作っております。ファンからしてもすごくこういう風に残る方がいいですよね。なんかよくあるじゃないですか、まさに何年か前のステージの衣装みたいな形が、はい、で衣装だけ見るよりやっぱりこうその時のシルエットとか、うんうん、そういう雰囲気とかと一緒に使われている方がこう見るという意味ではすごくいいですよね。そうですよね、うん、最後に大久保さん林田さんに似合うについてそれぞれお伺いできたらというふうに思うんですけれども、まあ、もちろん僕の中でも答えがあるわけではないんですけど、こう似合うってやっぱり、まあ、主観と客観の調和なのかなっていうふうにはなんか思ってるんですね。まあ、自分として着たいものもあるし、でもなんかこう周りからしてもそれ合ってるよねっていうところの、なんかすごい調和が取れてる人ってなんかいるじゃないですか、はい、武藤さんっていう方がそうなんですけど、うん、この方を知るとこの格好だなって思うんですよね、うん、すごく調和が取れてるっていうふうに思いまして、はい、そこのなんかいわゆる主観だけでもあれダメだし、うんうんうん、なんか客観からも合ってるっていうものがなんかこうできてきた時に似合うのかなっていうふうには思っています。なるほど、内側から表現したいことと外側から見えるあなたの像が合うという、うんうん、確かにそうですね。林田さんどうですか。まあ、ちょっとこんな格好するっていうのも恥ずかしいんですが、なんかこう他人を不愉快にさせないことっていうところと、うん、その中における究極の自己表現っていう二軸が私はあるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っていて、こういう場にはこういう服装はふさわしくない、これはふさわしいみたいなものってなんとなく暗黙の了解で緩急はあると思うんですけど、うん、ついてるのかなっていう気がする中で、うんうん、なんかそこを最大限に守りながら自分の表現みたいなものを爆発させていくみたいなところがすごく自分の中で似合うっていうことなのかなと思いますし、うん、なんかさっきのそのアートとかミュージ、うん、音楽みたいなところとももしかしたら共通点、なんかこのワードは確か例えば使っちゃダメとか、このようなものは題材としてちょっとおかしいかもしれないみたいなものと同時に、でもこれを伝えたいみたいなところとなんか似てくるのかなと思っていて、社会のね、その場その場の、まあ、規範というかなんとなくのこうルールみたいなのってありつつ、ただ最近ってその社会が多様なものを求めているっていう、あなたの個性は何ですかっていうのも問われるので、そこをねきちっと自分なりにこう表現というか、自分の表現したいことと人からの見られ方がマッチしていくっていうところで、なんかさすがお二人のご回答がね刺さりますね。ちなみに小池さんの似合うとは、はい、似合う、私の似合うですか、表現したいことっていうのが私似合うってことだと思ってまして、自分の表現したいことを、まあ、それこそ、先ほど外からの見られ方っていう話あったんですけれども、外からもそう認識してもらえることっていうのがやっぱあるなと思ってまして、なので常に自分プレゼンテーションだというふうに思って、ファッションなんかも選んでいたりします、まあ、ファッションもですし、あと喋り方のテンションとか、あとはもし自分で場所も選べるのであれば、このミーティングの内容であればこの場所にしようとか、そういうことも含めて自分が表現したいことを一番最大限できる方法でやろうみたいな、それがまあ結局おっしゃる通り似合うって自分が伝えたいこととその伝えたい相手から認識される内容がパシッとあった瞬間に強くなれるというか、似合うっていうことができるのかなっていうふうに
思ってます。ありがとうございます。聞いていただいてぜひ皆さんの似合うも聞いてみたいですよ ね。 そうですね。やっぱり持たれている方が多そうだなって、はい、ここから見るだけでもちょっと思っているので、はい、ぜひぜひ。アートに興味ある方はね、ファッションとか似合うとかそういったことも常日頃考えてらっしゃると思うのでぜひ聞かせてください。聞かせてください。はい。そして再度ご連絡というか似合うラボの面白い話を聞いたので現地にねこれはもう行かない手はないと思うので、あの皆さんぜひ応募してください。毎月1日から約1週間ほどが翌月の枠の応募期間になっているそうですので応募していただいて抽選に当たると似合うラボでコーディネートをしていただいて、さらにはプロの写真までついてくるということで、はい、あなたの似合うがまた深められるあの場になるんじゃないかなというところでぜひ参加していただきたいというふうに思います。ぜひあの無料でやらせてもらっているので、はい、我々ここで得たものをゆくゆくはこの似合うのいわゆるこのデータとか、はいはい、ご意見とか、うん、そういったものをゆくゆくレコメンデーションみたいなのに使っていこうと思ってるんですね。でそうなるとなんかこうゾゾタウンがもっと便利になるというか、はい、そのためのいわゆるラボっていうところだったりするので、うん、まあ、なんかこう無料と言っておきながらなんか怪しいんじゃないかとかそういうことは思わずぜひあのすごくあのいい機会になると思うので、すごく自分の似合うっていうのを客観的にこうなんかこうスタイリストさんと一緒に見ていただけるっていう機会はなかなかないと思うのでエントリーしてみてください。これから春のいい季節になりますし、プロのコーディネートを2時間じっくり楽しめるね、多分これ本当はプロにお願いすると何万円ってするような、そうですね、内容だと思うんですけれども、うん、ぜひ行ってみてください。よろしくお願いします、はい、では本日そろそろお時間となってしまいました。今日はお三方ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。